ございます。おはよう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 、おはようございます。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 おアナン、アナンちゃんいるんだ。アナンちゃんおはよう、おはよう、おはよう、アナンちゃん。じゃあおはよう。一輪車は紫じゃないんだね。一輪車、まあでもサイリウムから水色です。で今日はですね、外出自粛で体がなまってしまっていけないので、みんなで運動をしたいと思います。イエーイ、みんなで運動しましょう。イエーイ。あと今日はスキップの練習をね、りかこちゃんとしたいと思うので、りかこちゃん来たら教えてくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、ということでまず早速、ではまず早速ストレッチをしたいと思います。ですね、学校流のストレッチやるんですけど、でおリカピ来たよ。あ、リカ子ちゃんはよ、ちょっとストレッチやってからスキップの練習やろう。はよ、で今日は学校流のストレッチをやりたいと思います。イエーイ。私体育係だったので、いつもみんなの前でストレッチしてたので頑張ります。じゃあストレッチしますよ。私が1234って言ったら、皆さんは56788って言ってくださいね。よろしくお願いします。りかこちゃんも一緒にどうぞ、よろしくね。みんなもよろしくね。じゃあ行きましょう。行きますよ。じゃあまず屈伸、1234567822345678。伸脚、1234567822345678。深く、1234567822345678。アキレス腱伸ばし、1234567822345678。前後屈、1234567822345678。ストレッチ1、1234567822345678。ストレッチ2、1234567822345678。ストレッチ3、1234567822345678。ストレッチ4、1234567822345678。
やるので足もしっかりほぐしましょうよよいしょよいしょ、やめ、首回し、反対と、よいしょ肩回し、1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8、あ、そうそう、跳躍、1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8、深呼吸、吸って吐いて、あのよく学校でもたまにやったんですけど、開脚やりたいと思います。お、ちょっと下に向きましょう。まず右に倒れます。あ、右に倒れます。手を上げます。今度左に倒れます。手を上に上げます。よいしょ、では前に倒れましょう。なるべく手が向こうにつくように。あ、あのレッスンで教えてもらったんですけど、水筒をどんだけこうやってずっとあの遠くにずっとこれを離さないでこうやっていくと伸びるらしいですよ、結構。じゃあやりますね。よいしょ。あー、痛い。ありがとうございます。おーおーおーありがとうございますね、ありがとうございますではですね、メールでも紹介した脇割り体操をやろうと思います。イエーイ、皆さんも脇割り体操一緒にやってくださいねと。まず、まず足を肩幅より広く広げます。で、手を前にして、こっちの方がいいかな、手を前にして4秒かけてしゃがみます。 1,2,3,4。 この時にポイントはつま先より膝が前に出ていないことが前に出ていないかを確認してください。とこういうこういうかこういう足はダメです。足です、こうやって出てるのはね、こうやって出てるのはダメです。ちゃんと出てないようにお尻から出しましょう。これです。でからゆっくり、まあ、ここに巻きがあると思って割るように、上から1,2,3,4,5 やります。これが1セットです。あ、で3秒かけて立つ、3秒かけて立つ、でこれでもう1セットです。これを3から5セットやりたいと思います。じゃあ今日は3回やりますね。今日3セットやりますね。じゃあ今1セットやったので、もう1セット、あと2セットか開いて足を、あ、手を前にして
4秒かけてしゃがむ。で、膝、つま先より膝が前に出ていないかを確認。それから脇を割るように上から1、2、3、4、5で3秒かけて立ちます。1、2、3、よし、あと1セット頑張りましょう。まずもう一回開いて手を前にして4秒かけてしゃがむ。せーの、1、2、3、4で膝が出てないかを確認して引き終わります。せーの、1、2、3、4、5そして3秒かけて立ちます。1、2、3。3セット終わりました。これで膝に来たら、膝にちょっと痛かったら正解です。キラン正解です。よいしょ。おお、茶飲む。ごめんなさい、お茶飲みますね。水分補給しましょう。しっかり大事ですよ。これはよく学校で哺乳瓶って間違われました。ひどいですね。本当にもう青汁じゃありませんよ。あ、足、あ、おお、これはハードすぎる。ごめんなさい。こんな、これはね、はい、はい。ってことで、りかこちゃんいるかな、りかこちゃんいるかな。ってことでスキップやりましょうかね、りかこちゃんね、りかこちゃんね。よし、じゃあ見えるかな、足が見えた方がいいですよね、やっぱり。しょで、はい、じゃあまずりかこちゃんは、私がこの前動画送ったやつでは最初にスキップの方法で1、2、3、4、1、2、3、4、これができるようになったら1、2、3、4、5、6、7、こんな動画を送ってたんですけども今日はりかこちゃん、りかこちゃん、まず最初のやつはね、最初のやつはできてたよね。この 1、2、3、4、1、2、3、4、 あと次の1、2、3、4、1、2、3、4で、これもできてたね。うんうん。おー、りかこちゃん大丈夫？大丈夫大丈夫？大丈夫？で、やりましたね。で、前に進むこと、これこれを続けて、連続で続けて、まずその場でね、1、2、3、4って続けて、それを前に進むっていうね。トン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 。で、これを前に進めばいいんですけれども、よいしょ、タンタ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 タン、一定のリズムでね、一定のリズムでね、とりあえずやってみよう。まずはこれですね、これを早くしたバージョンみたいな感じですかね。一応いきますよ、せーの、タン、ごめんなさい、タンタ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 タン、ここでちょっと、ここがすごい差がありますけど、これをドンドンをつくのを着地するのを早くしただけなんですよ。タンタタンタタン
タタンタンタン、そしたらすぐにこっちをついてこっちを出すという感じですけれども、タンタ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 タン、よいしょごめんなさい、なんかおうおう難しいかな。うんうんうん、あ、なるほど、りかこちゃんとね、タンタタンタってこっちについてるでしょ、それを速くするだけ。いつもはタンタタンタって1回ずつ止まってたけど、それを連続してタンタ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 タン。どうかな、りかこちゃん実践してみて、どうかな。あ、はい、おー、りかこちゃん、じゃあ一緒にやってみようか。とまずこれが、これをこれ一回やってみよう、ゆっくり混ぜようね、せーの、タン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 、2回ジャンプすると思って、タンタンでジャンプすると思って、ダンダンでジャンプすると思って、2回目のジャンプの時に片足だけ上げる、ダン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 、着地する時に足を上げるか、ダン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 、ジャンプして着地した時にダン、こっちの足を上げる、でジャンプして着地した時にこっちの足を上げる、タンタタン。ほいほいほい。おお。で、このこれをそのそれを速くしてタンタタンっていきますね。そしたら、あ、まこうやってやった足、こっちの足を片足を今度こっちに踏んでタン、こっちこうなるわけです。ね、こっちがついたと同時にこっちが上がる、トンって感じですね、トンとトンと、大丈夫かな、大丈夫かな、タンタタンタタンタよいしょ。どうかな、どのタイミングで進んでますか、どのタイミングで進んでますか、タンタで、こっち、まずこれがあるじゃないですか、こっちの時にこれあるじゃないですね、タンタ、そしたら次にこっちを踏んでこっちの足を出すんですよ、タンタタタで出すんです、タンタ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 って感じで、タンタタンタって感じが、わかるかな、おおお大丈夫かな、おおお、よいしょ、なるほど、お、よかったよかった、できるかな、タンタ、あ、なんかスーパーマリオみたいな感じで、タンタタンタタンって、どうですか、いけるんじゃない、いけるんじゃない、いけるんじゃない、これでスーパーマリオみたいにイエーイトンってやって今日なりますよ、どう、え、でも確かにスーパーマリオみたいな感じじゃないですか、あの、こうやってほーっとってやってればスーパーマリオになる、できてるような気もする、本当？お、あとスーパーマリオおすすめです、スーパーマリオおすすめです、タンタタンタ、こっちは2回ね、タンタ2回ね、つくんですけど、2
2回目つくときに足を上げる。こちらタンタ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 タン。でこれはね上に行く感じでね、スーパーマリオみたいにタンタタンドド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 。うん、頑張れルイージでお願いします。あ、ルイージあ、ルイージあ、どっちでも大丈夫ですか。とりあえず自分がマリオかルイージになった気分で、よいしょ。じゃあもう一回やってみましょう。リカピがピーチ姫になってます。ピーチ姫かわいい。ピーチ姫よりかわいいよ、100倍ぐらい。じゃあもう一回あのちゃんとやりますね。もうちょっと一回マリオ置いといて、ダーンタね、こっちでケンケン、とりあえずケンケンするでしょ。ダーンタってその時にダーンタダーンタ、あ、これだけやってるのもいいかもしれない。ダーンタダーンタダーンタ、ジャンプしたらこっちだけで、こっちの足だけつく、こっちの足だけつく。タンタタタンタで次の足に行きましょうね。うんうん、よし。じゃあミレイちゃんかわいい、優しい。いやもうリカ子ちゃんの方が1億倍ぐらい天使でかわいいからね。タンタタンタ、ジャンプした時にこっちだけつく、ジャンプしてこっちだけつく、ジャンプしてこっちだけつく、ジャンプしてこっちだけつく、こっちだけつく、今度はこっちで、今度はこっちだけつく、ジャンプしてこっちだけつく、ジャンプしてこっちだけつく、ジャンプしてこっちだけつく。これをやっていけばいいと思うよ。ジャンプしてこっちだけつく、ジャンプしてこっちだけつく、ジャンプしてこっちだけつく。これを早くやればスキップにはなると思うけど、ふむ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 。リカ子ちゃん頑張れ。お、はい、頑張れ。よいしょ。じゃあもう一回マリオの気分で頑張ろう。まずジャンプしたらこっちだけつく、でジャンプしたらこっちだけつくね、こっちだけつく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 。よいしょ。ね、マリオになりますね。あー疲れた。お、はい、え、できたかな、リカ子ちゃん、できたかな。ごめんね、ちょっとお下手で私。どうかな。ジャンプしてこっちだけつく、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 ジャンプしてこっちだけつく。でこれを歩幅をね大きくすれば、とりあえずどっちでもジャンプして、あのね、トーンと、あ、なんかこっちだけ、こっちを踏んでこうやっていけばいいと思う。とこっちを踏んでこっちに気をつけて上に上げる。こっちの方がいいかもしれないよ。お、できてるみたい。ほんと、今日なんか踊ります。あ、今日なんか、じゃあ踊りましょうか。あ、りかこちゃん、うん、よかった。
出す、こっちだけ出す、踏んでこっち踏んで出す、踏んで出す。成果は動画で送ってもらう。そうだな、よし。じゃあお祝いに一輪車こぎます。ちょっと抜けてるけど、これタイヤの空気が。でも走るので、おめでとうございます。パチ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 。ごめんなさいね、今落ちちゃいました。後ろ向き難しいんですよ。パチパチ、おめでとう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 、みんなおめでとう、おめでとう。ありかこちゃん、また後でまた今度見せてほしいです。また今度配信するときね、見せてほしいです。よいしょと。ちなみに私一輪車後ろできます。じゃあまた今度頑張って、頑張ってね。りかこちゃんできるかな、できるかな、りかこちゃん。あ、よいしょと。マリオね、マリオね。こっちを踏み出して、こっちの足でドン、こっち踏んでこっちでドン、ドーンドンドーンドンドーンドン。もうちょっと今のはちょっと大げさだけど、足がドーンドンドーンドンって。じゃあそろそろ踊ろうかな。お、あ、りかこちゃん頑張れ、よし頑張れ頑張れ、お、頑張れ。愛と涙の感動ドキュメンタリー、イエーイ。りかこちゃん頑張って、好き好きスキップ。確かに今からそんな感じだけど、確かにね、踊りが、踊るといえば好き好きスキップみたいな感じだけど、スキップで踊ってください。え、じゃあこれもう好き好きスキップしかないんじゃないですか。ああ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 、うんうんうん、皆さんありがとうございますね。じゃあ好き好きスキップやりますか。あ、りかこちゃんファイト。りかこちゃんこれね、これ多分あのスキップできたらもう全部できる。うんうん、頑張れ頑張ってね。じゃあ好き好きスキップ、あ、りかこちゃん、はい頑張れ、ファイト。マリオね、マリオ、まあルイージでも大丈夫だけど。じゃあ好き好きスキップやります。好き欲しいたくなる、待った、
曲を踊りましょうか。またじゃあフラストレーション踊りましょう。イエーイ。いいマリオだったよ。ありがとうございます。フラストレーション。Put your hands up high, keep the faith in the sky. Never say never care, never just one man. But always see doing just fine. Thank you.
とうございます。あ、ウィーチ感出てました。本当ですか。はい、ありがとうございます。かっこよかった、ありがとうございます。休憩しよう。そうですね、休憩しましょう。ちょっと、ありがとうございます。ちょっとお水飲みますね。ちょっとお待ちください。愛知天気いいですよ今日も。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。パチパチパチ、さすがミレイちゃん、ありがとう。アナンちゃん Thank you、ラブラブ、おお、ラブラブラブ。はあ、はあ、ダンス歴どれくらいあるの？ダンス歴6年です。6年。でも11歳になったから7年あるのかな。4歳から始めたんですよね。だからね、あるかも。今日も可愛いリカコちゃん、ありがとう。ラブラブ、天使天使。天使天使。小学生に入る前から、そうですそうです、小学生に入る前から。ツインテールが可愛い、ありがとうございます。ニコピのウィング講座始まります。おフォローしました、タツさん、ありがとうございます。ねえリカ子ちゃん、ウィンク教えてね。ね。お昼ご飯は何を食べる予定ですか。お昼ご飯、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 何食べるんだろう、まだ決まってないです。フォローしました、応援してます。コバリョさん、ありがとうございます。リカ子ちゃん、フォローありがとうございます。マヤさん、フォロー、フォヨー、ありがとうございます。あ、リカビ、リカビフォロー。チェリさんがダンスを褒めてて、おお、ありがとうございますね。見ました、見ました、ありがとうございますね。の青春の宝石で、ありがとうございますね、本当にもう。こんにちは、タカさん、こんにちは。あ、少し疲れた、ごめんなさい。で、コメントいっぱい来てたのに読めなくて本当にすいませんね。珍しいな、こんな時間に。今日は朝で、朝なんですよ。今日朝でやってみました、配信。朝ごはんは、ご飯派、パン派、どっちですか？どっちもあるんですよ。でも、ご飯も、どっちも、どっちも好きです。フォロー、フォロー、フォロー、ありがとうございます。朝食べた？食べました、パン食べました。最後にねつけるのか、帯にねくせ、ねつけるの癖、自分では感じないんですけどね。何だろう、何なんだろう。今日もヨーグルト飲んだでしょ。ああ、今日ヨーグルト飲んでないんです、実は。いつも飲んでるのに、心からお詫び申し上げます。ごめんなさい、ごめんなさい、心からお詫び申し上げます。あら、ふわりも、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、ちょっとぺちゃくになっちゃった。ヨーグルト好きなの？そうですよ、いつもね、朝ヨーグルトのリンク飲んでるんですけど、今日は飲まなかったんです、ごめんなさい。ダンス
かっこよかったよ、かのんちゃん。ありがとう、かのんちゃん来ました。ありがとうございます。アナンちゃんのあだ名キッズダンサー、うんうんについてコメントをうんうんって入れたんだね、入れたんだね入れたんだねなんで入れたのかなまあ面白いけどねまあよきよきよきリカコ、リカコが飲んだから大丈夫よ。あ、飲んだの、リカコちゃん。ほんと、美味しかった、美味しかったじゃあ大丈夫かな夜は配信ある？夜、夜も配信ありますよ、6時からやりたいと思ってますあ、そういえば、お忘れてました。10期生連勝トリオ集合と書いてありますが、ですね、年少トリオはね、ね、アナンちゃんとカノンちゃんね、って分かってるかな、改名しました、年少トリオから。カノンちゃんの提案で年少トリオから年少三姉妹に変わりました。イエーイ。ほら、フワリーも拍手、パチ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 みんなね、よろしくお願いします。年少3姉妹ね、よろしくお願いします。高校、中学、小学ということでね、よろしくお願いします。年少3姉妹のご愛想よろしくお願いします。前もヨーグルト食べてたね。そうそうそう。そうだよ、あなちゃん。何曲踊れるの？何曲踊れるんだろう？数えたことはないんですけどね。うんうん。フワリンはスキップ覚えた？あ、フワリン？え、フワリン？フワリン？フワリンできるよ、できるよ、フワリン。ちょっとフワリンできるよ。いくよ。せーの。タッタ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 。いや、ね。ね、できてるよね。タッタ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 タッ。できるよ、フワリンも。フワリンもできるよ。あのね、P くんだけね、ちょっとね、できないんですよ。足が短すぎて。なんかちょっと難しいんですよ。で立てないんですよね。てってってって、まあこの子だけできないですけど、他はできます。三姉妹、そう三姉妹ですね。アナちゃんね、ねね、そうだよね。三姉妹、イエーイ。じゃあ今からご飯食べに行くわ。お、いってらっしゃいませ。いってらっしゃい。いってらっしゃいませ。ありがとうございますね。あ、生チョコさん、おしろありがとうございます。わお、すごい、ありがとうございます。おしろありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ちょっとね、この子はね、まあしょうがないんですよ。しょうがないんですけれども、できるんですよ。へへん。よろしくお願いしますね、年少三姉妹はね。今日誕生日らしいよ。え、おめでとうございます。生チョコさん、おめでとうございます。Happy birthday to you. Happy birthday to you.ハッピーバースデイディア生チョコさん、ハッピーバースデイドゥーユー、おめでとうございます。よし、あのあれに書いとかなきゃ、メールのメモのやつにちゃんと書いとかなきゃ。キラン、おめでとうございます。皆さん、お祝いおめでとうございます。イエーイ。三姉妹はどんな役割、え、どんな役割、どんな役割か、へ、どんな役割、私はあの言うと、この前も言ったかな、私はボケで、アナちゃんがツッコミで、カノちゃんはなんか、なんて言うんですか、それを見てるっていうんですか冷静ですよ、うん、一番ね、カノちゃん冷静ですよおめでとう、おめでとう、おめでとうございます、生チョコさん。あ、ありがとうございます、おめで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 とうございます。
とうございます。サンタさんとプレゼントのトナカイ、あ、そうですよ、あのクリスマスの時に、もしも配信できたらみんなで、あの、なんかなろうって言ってて、コスプレをしようってなってて、カノンちゃんがねサンタさんで、でアナンちゃんがプレゼントね、で私がトナカイになってたんですよね。ね、そういう役割でございますね。私末っ子、私末っ子ですよ。アナンちゃんが末っ子のイメージ、そうかな、そうなんだ。私はあのアナンちゃん結構上らへんって感じしますけど。8000人突破ありがとうございます。8000人ありがとうございます。プレゼントのコスプレとは、そうだよ、あ、そう、アナンちゃんプレゼントのコスプレはここにリボン巻いて、あ、リボン巻いて、めっちゃあの すっごいキラキラしたレインボーの柄の服を着て、あの、サンタさんの後ろに乗る、背中にくっつく。プレゼントのコスプレは手作りします、頑張れ頑張れ、イエーイ。じゃあ私は買ってこようかな、コスプレ。おっとっとっと、おー疲れた。段ボールに入るのかな、確かに段ボール入ったらいいかもしれないね。ソリ役いないと、あ、そうソリ役いないよ、あ、アナちゃん手伝ってね。いいよ、もちろん手伝ってあげるわ。キラーン、もうねめちゃくちゃ可愛くデコレーションするからね、もちろん。フォローしました、コバちゃんさんありがとうございます、イエーイ。衣装でトナカイのあるはずですよね、ありますよね多分。サンタさんのヒゲになります。裁縫は得意、あ、裁縫めっちゃお姉ちゃんの時やばくてちょっと大変だったんですよ、よく。でもなんとですね、このミレーでもね4年生の時作れたのですよ、4年生じゃない、間違えた、5年生で作れたのですよ、このね美しいエプロン、キラーミレーでも作れたんです、ちょっとシミがあるけど。作れたんですよ、私にもこのエプロンというものが作れたんです。見てください、ちゃんとミシンで縫って私はこの裁縫ができたんですよね、あのミシンのミシンくんとね、この人のおかげですけど、このね、この最高で、この子は裁縫道具ちゃんでございますね、この人がね私のね成功へ導いてくれたんですよね、もうさすがだよ、さすがだよ本当にもうね。ミレイちゃん、はい、今日も最高に可愛い、全力大好きで、ありがとうございます、ラブ。キャンケーキはチョコと生クリームどっちが好き、あ、でもチョコがですね、ずっとチョコが好きでした、あの誕生日ケーキはチョコかイチゴかどっちかでしたね、絶対イチゴケーキも好きですけどね。私煙突になります、あ、リカコちゃんソリになるだって、ソリになる、なってくれるの。じゃあアンナンちゃん乗せて出発。あ、それソリは椅子だよ椅子、あー前楽しかったね、あの楽屋で椅子を使ってやったんですよ、一回だけビューって。どんな感じになるかなと思って一回並びをやってみたんですよ、並びをこうやって、そしたらね面白かったよね、ね。ソリ役、リカコちゃんありがとう、ソリ役。エプロンだ、そうエプロンね、あのこの前メールの皆さんではこれでコーヒーを入れてあげました、キラーン、コーヒー入れてあげて、あのコーヒーの作り方を入れ、いや、作り方を写真に撮って、そしてあのコーヒーの完成を撮りましたね、覚えてますか皆さん、覚えてるかな。来てみて、はい、来てみますよ、あの私サイリウムカラーのね、あの紫がなかったんですよ、でだからピンクにしようと思って、ピンクにしようと思ったんですけどね、そうそうそう、で水色もあったんですよ、めっちゃ迷ったせいにピンクにしました、水色多かったのでね、結構
っと待って、ちょっと待ってね、みんな、ちょっと待ってね、みんな、ちょっとこれをね外して決めようと思います。ごめんなさい、なんか変で、ちょっとリムスの上にエプロンなんて見たことないですよね、きっと。ごめんなさい。いや、ちょっとありがとうございます、皆さんコメントたくさんありがとうございます。ちょっとコメントが読めなくてすいませんね、こんなエプロンね、エプロンごときで時間がかかってしまいました。よいしょ、よいしょ、できた、できた。じゃあこれで今日配信します。よいしょ、よいしょ、よいしょと、はい、はい、ありがとうございます皆さん。コーヒーお願いします。コーヒーまた今度ね、また今度、はい、としますよ。その年で雑巾作れなくて居残りしたな、うわー、雑巾なんて、雑巾難しい、雑巾難しそう。でもすごい、私本当に不器用ですからね、うん。手作りマスク作ってみて、手作りマスク、手作りマスク作れるかな私。頑張って、お母さん、お母さんすごいこういうの得意なんで、ちょっと頑張りますね、頑張りますね、習います、習います、お母さん。みれちゃんの今日しますありがとうございます。おちさんありがとうございますね。すごい可愛い、ありがとうございます。アイスケーキも美味しいよ、あ、確かに美味しそう、私食べてみたい、アイスケーキ。出た、おしゃれな裁縫箱ね、さっきのね。キノコ派ですか、タケノコ派ですか。タケノコ、私ごめんなさい、どっちも嫌いです。キノコもタケノコも嫌いなんです、ごめんなさい。やった、リカピ、アナンちゃんね、やったね、よかったよかった、アナンちゃん、イエーイ、バイバーイ。動画撮ったね、ね、懐かしいね、アナンちゃんね、懐かしいね、うん。おー、たくさんたくさんありがとうって、かわいい店員さん覚えてる、あ、よかった、覚えてる、みんなありがとうございますね。コーヒー入れましたね。ね、コーヒー入れましたね。でもコーヒーは飲めない、そうですよ、よく覚えていらっしゃって、そうです、コーヒー飲めないんですけど、コーヒー作るのはすごいところ。エマは刺繍、これワッペン、ワッペンです。いやー、こんな私ができるわけないですよ、こんなすんごいのできたら、ほら、こんなすんごいのできたら大変ですよ、もう全く、もうフリフリが可愛いね、ありがとうございます。二段重ねです。ミレイちゃんにコーヒー入れてもらいました、むむ、うんうん。かわいい、ありがとうございます皆さん、かわいい、ありがとうございます。キラーン、ボタン、エプロンでランドセルを背負って、あ、確かに面白そう。ちょっとごめんなさい、コメント読めなくて。皆さんね、コメント読めなくて。コーヒー牛乳飲めるようになるといいね、そうですね。ごめんなさい、コメントちょっと追いつかなくて、今ちょっとごめんなさいね、本当に。イエイ、スクショタイム。じゃあランドセル吸ったままやります。いや、私一回これで踊ってみたい、このスタイルで。また今度踊ってみよう。大人になったらコーヒーの苦さが美味しく感じるよ、そうかな。兄弟はいるの、お兄ちゃんがいます。ありがとうございますね皆さん、ありがとうございますね。それで買い物行けば有料レジ袋に困らない、確かに全部入れないね。この前も言いましたが、ランドセルは教科書入れたら5キロもありました。私はいつも5キロ背負って学校行ってたんです、学校行ってたんですね、5年間ずっと持って、この5キロを持って学校に行ってたんです。1年生も2年生も3年生も4年生も5年生もね。
はじめまして、小学生ですか？小学生です。6年生です。今6年生になりました。割と怪しい人に見える。確かにこれで学校行って、やだ絶対笑われますよ。それで一輪車を合わせてサイリウムカラーだよ。確かに確かに。あ、私いいこと思いついた。これにこれで一輪車を漕いだらもうサイリウムカラーじゃないですか。面白そう。やってみたい。また今度やろうかな。学校まで何分歩く？学校まで？8分10分ぐらいかな。ぐらいかな。ちょっと一回これでやってみたい。一輪車。一輪車。ビューって。ランドセルでフラストレーション取ったら中身ドーンってなりそう。確かにこれ開いてたらあのこのさあバカになれでボーって出そう。ちょっとお待ちくださいね。よいしょ、すいません。ごめんなさいね。大丈夫です。います。こんにちは、こんにちは。防犯ベルは、防犯ブザーですね。防犯ブザー、ちょっと待って、どこだ。ミレイの防犯ブザー、変身ベルト。へへん、ちょっと待ってくださいね。今からあのエプロンジャーに変身しますから。どうですか、エプロンジャーに変身しますから、ちょっと待ってくださいね。小学生エプロンジャーに変身しますか。キラーン、キランキランキラン、変身です。ブン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 、テレン、変身です。キラーン、あいたキラーン、キラーン、はい変身しました。はい変身しました。キラーン変身、キラーン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 、テレン、エプロンジャーです。キラーン、エプロンジャーピンク、キラーン三章、ピンクしかいないけど参上です。どうですか、ミレンジャー、そうミレンジャーエプロンジャー。あの普通の服の時は普通にミレンジャーなんですよ。でエプロンつけてる時はエプロンジャーです。よし、キラン、学校を守るぞ、エプロンジャー、キラン。どうですかエプロンジャーはどんなヒーローなんですか。エプロンをエプロンのエプロンを縫うのに困ってる人を助けます。エプロンを縫うのに困ってる人を助けます。エプロンを作るのに困ってる人を助けます。キラン、そんな人いないと思うけど、まあとりあえずエプロンじゃということで、キラン。まあでも学校の正義は守るぞみたいな。みたいな。先生に怒られそう。確かに。確かに確かに。キラーン、キラキラキラーン。困ってるから助けに来て。うむ、じゃあ飛んでいくぞ。ビュー。あれー。ごめん、ちょっと木にぶつかってしまった。ミレイ負傷中。ちょっと待って。いたたたたたた。ミレイはちょっとぶつかってしまった。いたたたたたた。いたたたたた。よいしょ。あわわわ、ごめんなさい。給食を守る、そうです、給食を守ります。誰かがあのすんごい前ですけど、友達があの足をただブラブラしてただけで靴が飛んでっちゃってスープに入っちゃったことがあるんですよ。それを防ぎます。ミレイはキランキラン、キラン。エプロンちゃんピンクなのにランドセルは紫っていうシュールさ。確かに。シャキーン、シャキーン、シャキーン、シャキーン。嫌いな給食を代わりに食べてください。あ、ごめんなさい、私も給食嫌いなんです。私も給食嫌いなんですよ。キラーン、キラーン、キラーン。給食を多く取る人は怖い、怒ります。もう年前取り合いですからね、普通にね。キラーン、キランキランキラン。でも嫌いっていうほどじゃないんですよ。でもいつもあの給食のね、
時間が来るとあちょっと勉強も一息つくなって思って食べるんですよ。ねね食べるんですよそんなに大してすごい嫌いってわけじゃないですよ。たまに嫌いなものが出てきたらちょっと引きますね。でもねあのすごい好きなメニューとか好きなメニューあのカレーとかが出てきたらもう本当に美味しくて申し方がありません。あの美味しいカレーめっちゃ好きです。あの たまにナンとか出てきてすっごい美味しいんですよ。もう神ですねあれは。ミルメイクはミルメイクも出てきますよ給食食べるの早いの？あのすっごい遅い方だったんですけど3年生までもう4年生からなんか急に早くなっちゃって最近じゃもう何分で食べれるかな。5分から10分で食べれるんじゃないですかねなんですカレーにつけて食べるんですよ。美味しいんですよ。ママのカレーとどっちが好きですか？そりゃもうねお母さんのカレーですよ普通に考えてでもあの給食の味も美味しいし給食の味はその味で美味しいしお母さんの味はお母さんの味で美味しいんですね甘口？あれ甘口なのかな？中辛かな確か。え違うの？え？でも確かにちょっとピリッとくることもあるけど。あの1年生とかで変わるのかな味がちょっと辛口とか甘口とか。お母さんガッツポーズ。カレーに外れなし。そうですね。カレーに外れはないです。そうですそうです。お腹空いてきた。ね、お腹空いてきましたね。グリーンピース入ってた。グリーンピース、あ、グリーンピースあの給食入ってます。でもグリーンピース私食べれるので結構好きです。あれもいいですよね。ほんと美味しいですよね。カレーは飲み物です。すごい嫌いなメニュー、え、別にそんなあのなんかも嫌いな食べ物が出てきたらなんかそれは食べれないみたいな感じなんですよねでも最近あの気づけるようになったんですよ。あ、これ嫌いって思ってたけど美味しかったかもって気づけたことあるんですよね1万人突破、お、1万人突破ありがとうございます。イエーイありがとうございます。わかめご飯も好きだって。あ、わかめご飯出てきますよ。美味しいですよねあれ。すっごい好きです。私もなんか給食になってわさび食べれない。わさび食べれない。もうあの一回あのねあの お寿司屋さんに行った時にわさびをあの一回入れて食べてみたんですけどあのめちゃくちゃ辛かったです。もう無理ですね。それは水、お茶、カレー、ですねカレーかと思いきや水ですカレーここに入るかな。まあ熱々のまま飲んだら大変なことになりそう。わさび無理だったら、そうですね、わさび無理です。ブブー、わさびは飲み物です。嘘わさびも飲み物だったらもう他の食べ物も全部飲み物になっちゃうカレーじゃなかったのか。カレーじゃないですよ。配車ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ランドセル重くない。今空なんです。空なんです。なのでわさびコーラってあるんだ。わさびコーラなんてあるんだ。へえ。おー、からしはからしも食べれないんです。辛いもの無理なんです。炭酸飲める。あ、炭酸大好きです。道屋サイダーとかも好きですし、コーラも好きですし。ランドセルにフワリン入る。え、入るかな。え、ちょっとやってみます。え、ちょっと今からランドセルに、フワリン、マリリン、パールちゃん入るか選手権。まあパールちゃんは入るでしょう。パールちゃんも入るでしょうね。じゃあ、 あのとりあえず入れますね。ちょっと一回お給食はちょっとねじゃあまずふわりん入れます。ふわりん入れてみますね。ふわりん入れてみますね。やだや、あの一人ずつ入れてきます。ちょっと入れるの見よいしょよいしょ、頑張ろうね。ふわりん、頑張り屋さんだからいけ。結果です。結果
しましたが入りませんでした。もうまあそれは無理ですよね。あ、まあそうですよね、無理ですよね。ふわりね、ふわりかわいそう、そこまでしよう。そうですね、よし、ふわりはかわいそう。てくで次マリリン、あ待って、次パルちゃんにしよう。パルちゃんパルちゃん一瞬ですよ。は、結果入りました。パルちゃんすっぱりすっぱり入ってますよ。パールちゃんすっぽり入ってます。イエーイ。パールちゃん余裕ですねで次マリリン行きます。マリリン行きます。マリリンはどうかな。おお、入らなかった。めっちゃ出てる叫ぶチーズだこれは。やっぱりはぁ、はぁ、折ればいける。でも折るとねマリリン息できなくなっちゃうからね。よし、結果ねフラリンとマリリンは入らずパールちゃんしか入りませんでした。拍手。よいしょ、あー入れちゃったよいしょと。じゃあこの教科書、よいしょ、この教科書は入りますね絶対。お、重い重い、これ持ってるだけでも重いですね。どこに、学校でねこの前もらいましたが、新しい6年生の教科書入れていきたいと思います。よいしょ、ね、6年生の教科書、まだちょっとあの緊急事態宣言となんで出て、あのあんまりもう一学校まで行けないけれども、もうねおーどどどど、よいしょ、キラン成立。いただだだだだだ、いただだだだだだ、あ、これエプロンですよ、エプロンですエプロンちゃんの趣味は、エプロンちゃんの趣味、エプロンちゃんの趣味はですね、へーへー、エプロンちゃんですよね。エプロンちゃんの趣味、プロンジャーの趣味なんだろう自分でわからないというまあどうでしょう。プロンジャーの趣味はですね、プロンジャーの趣味か、赤いも分かりました。エプロンを1日10枚作ること、うん、これやな。エプロンジャーの趣味はですね、ホットケーキ作ること料理じゃないの、ダンス、ああのエプロンちゃんなので、あのエプロンを作るってことにしておきますよ。あ、私あのミレンちゃんの方は違いますよ。ミレンちゃんの趣味は読書です、読書ですコーヒー入れること、あ確かに、うん、趣味、特技、特技かな、特技はダンスとコーヒー入れることエプロンを配布エプロンなんで、エプロンね、私にも作ってください。失敗しても許してくださいねマスクも作ってマスク作れたらいいな、私も思っちゃう。ラテアート、あ、ラテアート、今日あの、 チョコのね、チョコのペンのアートのやつ見たんですけど、ラテアートじゃないんですけどね、すごいすごかったです。あの私もあれやってみたいな、あのラテ、チョコレートのなんだっけ、チョコレートのペンのアート、チョコレートアート、なんだったっけ、まあいいやまあそれ私もやってみたいな。エプロンジャーの弱点教えてください。エプロンジャーの弱点はですね、エプロンジャーの弱点はですね、エプロンジャーの弱点は、くすぐり、いやくすぐりそんなに効かないんですよ。足の裏とか結構耐えれますし、1分以上耐えれますし、なんだろう、なんだろう、なんだろうね、皆さんは分かりますか
絵は得意。絵普通、絵は普通ですね。絵は普通ですね。絵は普通ですね。うん。お、なんかいろいろきて、水に弱い、あ、シミに弱い、虫が苦手。あ、虫が苦手。そうだ、虫が苦手です、私。虫が苦手ですよ。虫がちょっと苦手ですね。アンコール踊りますか？アンコール。アンコール踊りますか？踊りましょうか。どうしましょう。じゃあ何踊ろうかな。アンコール踊りますね。っていうことで何踊りましょうかね。早口言葉、早口言葉言いますよ。生麦、生米、生卵、言えたかな。アンコール、アンコールごめんなさいね。いつもいつもやってる、いつもやってるやつでお願いしますね。あー、いろいろあるけど、じゃあこの中から選んでください。よく聞いてくださいね。そういうとこあるよね。パーレオやエメラルド、無意識の色、なんだっけ、君のカップリングイズ、なんだっけ、なんだっけ、あー思い出せない、あ、放課後です、ですね、ですね、はいはい、よーいドン。おー、あす、あー無意識とそういうとこが多いな。カップリングイズ、おー、どうだろう。すごい、みんなありがとうございます、本当にもう。何がいいかな。あー、まずい、放課後レースみたい、無意識、無意識多い、放課後レース多い、そういうとこ、ファリオ、そういう、そういう、そういうとこか、放課後レースか。ちょっと皆さん一回、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 ちょっと一回、一回やってくださいね。一回ストップです。ですね、一回ストップです。一回ストップ。放課後ですか、そういうとこあるよね。あと、なんだっけ、無意識の色、どれがいいですか。よーいどん。寡黙なつき、寡黙なつき、無意識、無意識、そういうとこ、そういうとこ、放課後、放課後、無意識、無意識、放課後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 無意識。じゃあもう放課後と無意識、どっちも踊りますか。それがいいですよね。なんかどう、同じくらいですから。じゃあ放課後と無意識どっちも踊ります。へへ。の方がいいですよね。じゃあ行きますと。よいしょと。じゃあエプロンで踊ろうかな。ね、皆さんエプロンって言ってますし、じゃあエプロンで踊りましょうか。じゃあとりあえず最初は放課後レースと、放課後レース、無意識の色って順番でいきます。いきます、いきます。
次無意識の夜やりたいと思います。
あれやりたいと思います。あのキャッチフレーズをやりたいと思います。キラーンキャッチフレーズね、皆さんやり、皆さんいきますよ。これの準備はバッチリですか？ミーレーいいですよ、301でミーレーいいですよ。いきますね。はい、あなたと私をつなぐ愛のナンバーは301でミーレーいい。ありがとうございます、皆さんありがとうございます。あ、皆さんありがとうございますねありがとうございますねあ、大丈夫です、ピンポン大丈夫です、正解です、大丈夫です、ごめんなさい、大丈夫です、大丈夫です、ごめんなさい、ちょっと気にしないでくださいねちょっと今から少しだけ待っててくださいね、少しだけ待っててくださいね、ちょっとお待ちください。最後にまたもう一曲を歌いたいと思います。ちょっと待っててくださいね、準備中です。ちょっとお待ちください。ちょっと。では最後に踊ります。イエイ。ちょっと。よし、踊りますね。最後に。ごめんなさい、来ましたよ。じゃん。ってことで、最後踊らせてください。もうこの衣装で分かったかな？そういうとこあるよね、もう。ってくれた方いたので。最後3択で迷ったので、そういうとこあるよね、もう踊ります。ごめんなさいね、他の曲も選択してくれた方もごめんなさい。
てんてんてん、ありがとうございました。ダンスは終了です。ありがとうございます。およ、ありがとうございます。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 ありがとうございますね、皆さん。じゃああと6分ぐらいですかね。ちょっとお待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では次の配信はですね、ちょっとごめんなさいね、次の配信は18時から、今日の18時にやります。18時から2時間やります。イエイ、ぜひ見に来てください。お願いします。深々と頭を下げるお昼ご飯、お昼ご飯タイムですね。ありがとうございますね、皆さん。ありがとうございます。あー疲れた。じゃあではありがとうございました。ランキングを、ランキングを読みたいと思います。13位から13位、ライさん、おめでとうございます。12位、プックンさん、ありがとうございます。11位ガンバレットさん、ありがとうございます。10位マラーキーさん、ありがとうございます。9位エコテス48さん、ありがとうございます。8位ファントムさん、ありがとうございます。7位演歌家さん、ありがとうございます。6位キューリーファイブさん、キューリー、ごめんなさい、すいませんね、キューリーフォーさん、ありがとうございます。ありがとうございますね。5位アータンさん、ありがとうございます。4位トラキチ301さん、ありがとうございます。3位かつみさん、ありがとうございます。2位俊作さん、ありがとうございます。そしてそして1位は今日は今日ふわりん、今日ふわりんだね、よし今日ふわりんだ。今日の第1位はデキ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 デン、生チョコさん、おめでとうございます。お誕生日もおめでとうございます。ありがとうございます、お知らありがとうございました。本当にあとあのお誕生日おめでとうございます。いい一年になりますように。ありがとうございます。パチパチパチ、よいしょ、ありがとうございますね、皆さん、ありがとうございますね。ではまた6時から配信いたします。夜公演も頑張ってね、頑張ります。ありがとうございましたね、ありがとうございます。あ、りかかちゃんまたね、かわいい、ありがとうございます。バイバイ、じゃあね。じゃあ皆さんありがとうございました。この後6時からやりますので、ぜひ見てください。朝のメールのお返事してきます。ありがとうございます。ではまた6時から6時で会いましょうね。アナンちゃん、アナンちゃんまたね、アナンちゃんまたね、いるかな、またね、アナンちゃん。
いましょう。じゃあありがとうございました。さよなら。あ、アナちゃんバイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。